耐えれるもんがいないし、どん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 お腹大きくなっていくし、もう死にたいなと思ったのがその時かな。今回のおママは木村彩香ママ41歳。お店があるのは大阪、阪急電鉄庄内駅から徒歩2分、臨場味あふれる下町にひっそりとお店を構えるスナック忘れな草。大阪生まれ大阪育ち、明るく豪快な笑いで地元を盛り上げる彩香ママの人生とは。ママは小さい頃どんな子供だったんですか？いや結構やんちゃでしたね、はい。どんなやんちゃ？そんなん言えませんよ。なんでいいじゃないですか。聞きたい。警察はしょっちゅうですね、お世話になりましたね。本当ですか？はい、あっちこっちで喧嘩したり、うん、見たり、あら族狩りしてみたりとか。何から何？族狩り。族狩りって何ですかそれ？暴走族をまあ、退治するみたいな感じやね。正義の味方だったの？そうなのかな。地元でも有名なワルだった彩香ママは現在41歳、なんと4人も息子がいるシングルマザーなんです。波乱万丈の恋愛物語は若くして始まりました。高校はね行ったんだけど、1年の夏休みで辞めたんですよ。なんでですか？好きな人ができたから。一緒に逃げました。逃げましたよね、大阪から。どこ行ったんですか？なんで逃げる必要があったの？やっぱり親が反対するやろと思ったからね、まだ若いし、うん、はい。で滋賀県の方に行ったりして、パチンコ屋さんで年ごまかして働いたりして、うん、たら赤ちゃんができたと、お腹に、はい、それが16の時だったんですけど。その男性との間には2人の子供ができますが、しばらく同棲生活を続けると彼の態度に異変が。子供が可愛すぎて仕事に行けないとか意味わからんこと言われて。でちゃんと面倒は見てたの？見ない。でも浮気してるとかそういうのはない？浮気もあったね。でもあまりにも仕事しなかったから、最終的にはもう出て行ってっていう感じで、うん、養育費も何もいらんからって言って。男性を追い出した後は女で一つで2人の息子を育てながら、ママの父親がやっていたスナックで働きます。そして27歳の時、パチンコ屋である男性と知り合い、交際が発展しました。すぐ子供ができちゃったんで、おすぐ一緒になったんだけど、うん、この子は真面目な子やなと思ったから、私も初めての結婚したんですけど、うん、一番騙されたんかなっていう感じやね。なんでその時一番私がお金持ってた時あって、うん、私の貯金全部使い果たして亡くなってから女作ったみたいな。総額どれぐらいですか？何百万やね、もちろんね。男性とはその後離婚。20代にして息子を3人持つシングルマザーになります。ここでちょっとブレイク。ママ行きつけのラーメン屋さんに連れてってもらいました。お邪魔します。どうもお邪魔します。お店にはママがこっそり呼んでいた幼馴染の友達が。綺麗。よく言われます。言われるんだ。どんな服なんですか、ママって？面白い。これまだちょっともっと言わしたらもっと面白い。もっと？頻繁に会うんですか、やっぱり？よう会いますね。週3、4回ぐらい。わあ。猫になりました。地元の友達が集まるラーメン屋さんはママの憩いの場でもあり、元気の源でもありました。やっぱり一日の締めはここですか？そうですね。うどんもラーメンもあるよ。いいですね、酔っ払った飲んだ後にここに来てね。美味しいですね、最高。ママが一番苦しかったという時期は4人目の子供ができた時。9つ年上の彼氏と同棲中に浮気をされ、妊娠中にもかかわらず破局に至ってしまいます。親にも相談できなかったし、その時はね。でどん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 お腹大きくなっていくし、ね、その時が一番、どうしていいか悩んでましたね、ほんまにね、もう死にたいなと思ったのがその時かな。
そんなどん底の状態だったママを救ったのは地元の友達でした。しょっちゅう連絡くれて、大丈夫か大丈夫か言って、家こもってたら外出てこい言うかって、呼んでくれて、だから乗り越えられたんかな、お客さんが私の笑顔を見に来てくれてるから私も弱いとこ見せられへんし、やっぱりお客さんに支えられてる部分もありますね。僕よりも僕のことを知ってる神様よりも君だよ。愛してるなんかあっちゃ足りない想い形にしたくて約束したくて君だけに君だけに